松山市堀之内の愛媛県美術館で第9回3期回展が開催されています。3期回とは、独創、挑戦、飛躍という絵画に込められた思いを3頭の馬に例えたものです。2年に一度開催されており、今年で18年目を迎えました。設立当初は3人だった作家たちも今回は12人となり、10代から80代までの独創的な作品が展示されています。命の形という絵画なんですけれども、どういったお気持ちで描かれた絵画になるんでしょうか。もうだんだん年を取っていて、命の大切さがもうしみじみと分かるということで、取り組みを始めたんですが、数年前から命の形というのをテーマにしてやってきておる。その中にはやはり命というのはやっぱり意気込みとかはつらっとした元気とか、あるいは笑いとか楽しみ、愉快さ、ユーモアの世界とか、そういうものが潜んでるんではないかと思っております。そういうことで、挑戦をしてみたいなと思って取り組みました。訪れた人々は作家たちの飽くなき挑戦に魅了されていました。この第9回3期回展は11月12日まで愛媛県美術館で開催されています。18年にわたる飛躍の作品を見に足を運んでみてはいかがでしょうか。